錦色僧族チャーマスイスは、東大草家に属する植物群の一つ。東大草族と近縁で、そこに含められたことも多い。その場合には、錦色僧族とされ、それなりに族内でも、独特の群として扱われる。錦色僧族は、世界に広く繁茂する雑草を多く含む群である。その葛樹は、東大草族に、特徴的な排除葛樹なので、この族に含め、 その中で独自のア族を立てることが多かった。しかし独立族を認める考えもある。東大草族の多くがまっすぐに立ち上がる茎を持つのに対して本軍は分子しながら横に広がるように伸びる。これは東大草族のものが主軸を失い、過剰の部分でだけ成長していると見れば理解しやすい。このようにこの軍は東大草族に禁煙な軍から、 独自の方向に発展したものと考えられる。茎は地を這うように伸び、よくに差分子して地表を覆うようになる。あるいはこのような枝が立ち上がる。一年生植物が多いが多年草もある。また茎の基部が木質化する種もある。葉は耐性に生じ、炊くがある。枝先に果女を生じるが、液芽が伸びて果女が脇性であるように見える。 また葉は往々に左右不対称である。葉の円に虚子があることが多く、稀に滑らかな例もある。種子にはへそがない。花は排状果女の形をとるが、本群では排状果女の先体の基部に、エプロン状の付属体があり、その部分の形態は多様で、種を判別するのに用いられる。この果女の構造については、東大草属を参照されたい。また、この類は、 光合成の点でも得意であり、いわゆる C4 植物を含む。C4 植物は総使用植物では比較的少ない。それだけでなく、本群は C4、C3、CAM とすべての光合成の形を示す種が含まれ、その上に C4 と C3 の中間タイプである C2 型をも含む。属レベルの群でこれだけの多様性を含むのは、 本群だけである。本属のものには世界に広く分布する、広域分布種が含まれるが、例えば、ガラパゴス諸島の固有種が8種、ハワイ諸島では29種が固有という風うに、ごく分布の限られた種も多く含まれている。その多様性の中心は、南北アメリカにある。この点も、アジアアフリカに最大の多様性を示す、他の東大草族とは対照的である。 本軍は排状果剰という非常に特殊化した構造を共有することで、東大草族との類縁関係がごく近いことは明らかである。形態の違いに関しては、東大草族のものでは、茎の先端にまず不実の果剰を生じ、その基部から枝を出して先端に果剰をつけてその基部から分子を出し、これを繰り返して、全体としては、周産果剰のような形になる。本軍は、 このような形で主軸がなくなり、過剰の部分だけで植物体全体が構成されていると考えればよい。発生的に見ると、本群のものは、使用のすぐ上で主軸の成長が止まり、そこで、長短分裂組織が退化してしまうことに高応する。分子系統の研究成果から、本群が単系統を成すことが示されている。また、その内部での系統関係と光合成の形式にも、 関係が示されている。C4 は C3 に比べて高温や乾燥に適応したものと考えられる。C4 は本群の中で1回だけ生まれ、その系統は世界中に広がって多様化し350種にもなっている。他方で C2 はやはり一度だけ生まれ、その系統は2種のみ北アメリカ南部からメキシコに分布している。 CAM はこの軍の中で複数改正時、それらは旧世界と新世界に広がっている。本軍を東大愚サ族の中に含め、ア族として認める体系も、独立族とみなす立場もある。ユーリストは独立族に扱っているが、ヤンなどはア族とみなしている。東大愚サ族は二千死者種を抱える大きな分類軍であるが、本軍は、 亜族とすればこの群で2番目に大きいもので600種ほどを含む。日本では本群に含まれるものとしては11種ほどがある。以下に示す学名は本属を認める場合のものである。このうちで以下の3種は土着種であり、分布域は広くない。以下の種は雑草的な種であり、ほとんど世界中にわたる分布を持つ。ただ、 この軍では種の判別が難しい例が多々ある。外して優勢生殖器官が対価的で小さく、また栄養器官の形態にも類似したものが多い。専門家でも同定の間違いが生まれやすく、それに関わって学名にも混乱が多いという。特に雑草性の種は分布域が広いこともあり、この点の混乱が大きいとのこと。本軍には、 世界的にどこでも見られるような雑草的な種が多々ある。例えば、ヤンエトウがそういったものの代表として挙げたものは、小西色草と島西色草であるが、日本では毎種の方が本土でもごく普通に見られ、後者は本土では馴染みがないものの沖縄などではごく普通である。このような特性を生み出した、この群に見られる特徴として、早々に花をつけ、 世代時間が短いことや種子が水気を吸うと粘りを生じることなどを挙げている。またこれらは C4 植物であり、高温や乾燥に強いこともこのような特質に利するものである。ありがとうございます。